1925年英典乱用防止法ワクト1925はイギリスの議会制定法。売り尺行為をはじめとした尺位、勲章といった英典制度に関する不法行為を広く取り締まることを立法趣旨とする。本法制定の契機となったロイド・ジョージによる英典乱用。本法の制定経緯はデビッド・ロイド・ジョージ政権下に生じた。 除釈問題を発端とするもので、彼はその首相在任中に94件の新規除釈1500件のナイト釈授与を行っている。この行動は、元来の慣行や基準を無視したものではあったものの、処罰法を書くことから合法であり、ロイド・ジョージ内閣以前も、英典授与件数は増加傾向にあった。しかしながら、ロイド・ジョージ率いる自由党政府は、 英典の乱発にとどまらず、8000人もオーオンディ・グレゴリーを仲介者として、政治資金に等しい謝礼を得ており、ナイト借は1万ポンド、男借助借ならば3万ポンド、それ以上の借位については5万ポンドを人当あたりに要求していた。こうした英典乱用とも言える行為は、貴族院においても強く非難がなされたほか、 ロイド・ジョージ自身も1922年半ばに政治的支持を急速に失ってゆき、総辞職に追い込まれている。なお、ロイド・ジョージと共に、英点授与の便利を図り、アセン人の役割を果たしたとされるモーンディ・グレゴリーは1933年に、本法違反の疑いで逮捕、習慣を経て、罰金刑に処されているが、本法によって処罰された者は、現在に至るまでグレゴリーのみである。 事故、または、他者のために、金銭もしくは、資産価値を有する、あらゆる対価の譲渡を目的として、あるいはこれに付随する、あらゆる利益を目的として、借位や勲章を含む、営転授与のために実行、契約、合意及び、これを訳したもの、その授与、またはこれに係る圧旋を承諾し、もしくはこれによってその地位を取得し、あるいはこれらに同意したもの、その行為をほ助、強査、 または圧戦、もしくはこれによって利益を得たものその行為を共同して行ったものはすべて本法の処罰対象となる。第三項は、過料の非対、懲役及び禁庫刑の刑期等を定める。続く第二条は、本法は1925年 A 点法として引用されることを示している。 トニー・ブレア首相とその側近は2006年3月頃から政治資金を得る目的で一大貴族創設に関与した疑いが取り沙汰されていたが、ロンドン警視庁はスコットランド国民党などから調査要求があったことを受けて、ブレア首相本人を本邦違反の疑いで事情聴取するという異例の事態へと発展した。ロイド・ジョージは慣例を無視して、第4代ビューと公爵ジョン・クライトン・スチュアートに 失する勲章を授与した例が示すように、英典の観光を過論じる傾向があった。なお、同勲章はこの事件を教訓として、1946年以降は、イギリス勲主自ら行うことが慣例となっている。ありがとうございます。